12月9日何時ですか？国際腐敗防止デー。はい、ということで今日も木村さん来てもらってます。へぇー、久しぶりでーす。昨日もいたよ。いやでもね、国際腐敗防止デーということで、ついにキャンディーロープの横領が明らかに。行きましょう。やばいよ。 VTR 勘弁してくれ。よーチェックだ。はい、ということで今日はね、国際腐敗防止デーということで、まあその横領をね防止するみたいな、そういう日なんですけど、まあ普段キャンディーロープ絶対そういうのあんま調べないですね。あんま人を疑うとかあんま好きじゃないんで、まあただ今日は横領を防止する日ということなんで、まあちょっとあんましないけど、キャンディーロープの趣旨について調べるところ、まあその、まあちょっとほんの少しなんですよね。ちょっとビビたるズレであるんですけど、まあ一致がしないということで、いやまああんまねこういうことしたくないんだけどね。まあだけどまあ僕は全くやってないから、キャンディーロップ2人しかいないんでってなると、まあ松田さんかなと思って、でちょっとそれについてね今日は聞いてみようと思います。松田さん、いや本当いつもお世話になってます。いや本当いつも山田さん本当、はい、あんまねこういうことちょっと言うの嫌なんです、はい、やっぱそう、まあ松田さん本当にいつも本当にお世話になってるんで、いやいや、ちょっとあんまそのこういうことも言うのは嫌なんですか。なんでちょっとまあ一応ねこの会社をやっていく上で、はい、今この国際腐敗防止デーということで、はい、横領のチェックをしたところなんですけど、はいはい、ちょっとビビたるズレではあるんですけど、横領が発覚ということで、横領、うん、で僕じゃないからあんま言いたくないけど、なんかやっちゃってますね。やっちゃってる。なんか隠してることあります？いや、か、え、俺が、うん、俺が隠してる、はい、え？いやなんかちょっと言ってください。何隠してるんですか？別にこ隠してない。いや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 、あれだともう言いますよ。いやもうビビたるズレっていうのはもう隠してない。実質帽子がないんです僕の。あ、帽子がなくなってるんですよ。帽子でだからね。そう、帽子でだから。うん。いやそういうことじゃないです。もう帽子がないっていうのが今困ってる。で返してくださいよ。隠してないから。え？いや帽子なんて隠すわけないの。隠す意味ないでしょ。どこの店だよ。この棚広い。どこ乗ってたんですか？隠してないっつ。勘弁してよ。俺じゃないっつ。誰だよ本当に。松田じゃなかったら。え？おいしい。